レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイト、ドゥア。レディオアクアス、アクアスエイト、金曜オイト。この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより、今夜も生でお送りいたします。この番組をお届けするのは上田恵里です。よろしくお願いいたします。今日名前ないですねそれからえいちゃんです。あ、違う、李翔です。ガリレオ鈴木です。ないんですけどね、ごめんなさいね、ごめんね、ごめんね。それでは今日はこの3人でお届けします。先週に続いて今週もちゃんと送り番組を届けるのがことができるのが非常に嬉しいですね。嬉しいよね。ゴールデンウィークのまだ疲れがあってとかね、疲れてますね皆さん。仕事ね、なんかバタ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 してて大変なんですけど、なんとか時間に、こちらに来られて番組できるっていうのは非常に嬉しいですね。そうね、遅れて遅れて今日で全部出て入れることができたのでもうとか。嬉しいですね。嬉しいよね。我々は嬉しさを、まあ、皆さんも共有できたらいいなと思いますけど、しっかりお届けする内容はしっかり見つめてきましたので、どんな内容になるかお楽しみに。いつものように暮らしの扉、トライアル商品の紹介、仲良しの扉、李翔の人生相談、懐かしの扉と、お送りします。今月5月の、懐かしの扉で募集していますメールテーマは初夏の思い出ですね。うん、初夏。ちょっと軽くてね。あ、そうですね。あの挨拶最初のお願いいたします。ラジオアクサクス1月8。おっぱ、ごめん、月8じゃない。おっぱ。金曜オイト。ごめん、ごめんね。ごめんね、ごめんね。金曜オイト、プログラム金曜オイト。Este programa sai nas segundas e sextas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, com personalidade diferente para cada programa. Este programa é transmitido do Estúdio Arcos, que fica dentro do Sosso Square da cidade de Naso Shobara, estado de Tochigi, Japão. Esse é o Sr. Lixo-san, o Sr. Galileu-san e eu, Helene Soeira, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. Ai. Ai. 月8ではないですね、金曜日とですね、まあ、疲れてなんとか月8に出たけど毎朝も、ね、毎朝がこれでしたでしょ、これを毎朝を思って月8に出たね。どうしますかね、毎朝ね、毎朝これだちょっと出ていらくレイラックして、それで元気、元気です。そういえばね、はい、どうも、いらっしゃい、天の声さん。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。この前、ウクレレサークルで集まった時に、マヤさんの家の近くの人は結構いるんですよ。戸田のあたり、青木のあたりの人。で、そこで話出たのが、マヤさんが前にバラ園の家がすぐ近くにあるって話してたじゃないですか。ちょうどこれからそんな施設になるなと。けど、そこのバラ園の人は実は前ウクレレ一緒にやってた人のうちだったって今度はぜひ見に行こうかって話してたんですけど、ちょっとびっくりですね。なんか思い出しましたね、マヤさん。マヤさん、見ててくれるといいんですけどね、まあ元気でいてくれたら、またそのうち何かね、メッセージを送ったりしたいですね。本当いい季節になりましたけど、昨日、一昨日が立夏ですね。先週もちょっとお話ししましたけど、夏が経つということで季節が変わりました。初夏ですね。そんなところで、メール募集しますので、ちょっとこちらの画面先ほどの先週動かしていただきますけど、メールアドレス読めるかな。kin8@radio-aqus.net ですね。ちょっとポルトガル語で、gente, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, olha, kin8@radio-aquas.net, tá?Pode mandar em português, mas é que a gente dá um jeito de traduzir aqui. Hi. Meu nome é José.
スいただけると嬉しいですね。本当にいい季節ですのでね。ゴールデンウィークいかがでした？すごく良かったね。それも一日も過ごしてないね。家にいないで遊びに行ってた。それもゴールデンウィーク楽しみだったのね。あの掃除楽しみだったけど。掃除って聞くとなんかこう耳が痛いな。けど一日も家の中に過ごすことができなかったので、もうあんな風にまだ。来年のゴールデンウィークまで待つことになる。夏休みとかシルバーウィークとかもあります。そうですか。じゃあ楽しかったですね。礼拝守って、それで今日は福島まで行ったのよ。それで福島まで行って、途中にあの、牧師さんの奥さんがアメリカ人で、すごいあの外で食べるのがね、あの好きので、まあ、弁当を私4人でいたのね。その牧師さんと奥さんと、もう2人の私と、もう1人の兄弟ね、教会の兄弟で、その弁当食べたのよ。私に思い考えないのはね、朝起きてあのかぼちゃの、天ぷらがあったのよ。天ぷらするまで5時、4時半起きますか？天ぷら大変ですよね。するために誰かにするため、食べさせるために、私の考えで入りませんよね。そんなの。それも美味しい弁当を作ってもらって、それであの日差しの下で食べたのがすごい印象になって。いいですね。ちょうどいい、本当にいい季節ですよね。お弁当持って外で。この辺りの小学校では運動会が多分あの今月あたりやるんじゃないですかね。確かね、回覧板で宇都地区の南小学校もあったと思いますね。確か運動会は今月だと思います。で、お母さんたちね、大体運動会というともう朝早くからお弁当作りやるんですよね。私も子どものために運動会とかにあのするけど、普通の弁当にはしないね。ああ、全然しない。天ぷらが大変そうです。ね、すごかった。それで、その福島に行く目的は、もう一人の教会の兄弟、姉妹がちょっと病気しているので、それで、あそこまで行った。見張るところに。桜の有名な。そう。4月の終わり頃ですかね、なんかになってたのは。ニュースで必ず出てきますよね。花見てないけど、農家みたいね。まあ、本当に、あそこは山で、道とか、まっすぐじゃないので、もう、いろいろなカーブだけの道で、花見てない。桜は終わってしまいますけど、終わってしまってますけど、他の花もね、桃や、それからトマト、ツツジや、ボタン、それから藤、いろいろと、山に咲いてる藤なんてのもすごく綺麗ですね。藤は綺麗だね。もう一人の方は中国人の兄弟だからね、私が、ミハルって、三つの春があるから、ミハルよってね、はい、桃、桜、それで、思い出さなかったから、先生、牧師ね、牧師さんに、先生、もう一つの花、何だった？あ、チューリップ。チューリップじゃないんだね、とか。後から、おめえって言って。そう、桜の時に行くとね、梅も咲いてたり、あと、どこだっけな、地蔵桜の近くにの桃園も、桃の林もあるらしいんですけど、結構山登らなきゃ少なくて、上行った時見なかったんですけど、いろんな花がね、ほんと咲きますね。モクレンだとか、ね、いろんな。モクレンの桜の季節ってのもいいし、また今の季節もいいですよね。ツツジを中心としていろいろ咲いてますね。拳、ね。いいですね、この季節はね、本当ね。李翔さんいかがですか？李翔さんはなんかよく覚えてないんだけど、ゆっくりよ。
仕事もやってたし、うん、なんかね、まあ、あとは例のごとくまたお掃除をやったりとか、あ、お掃除、耳が痛いですよ、まあ、それはあの実家ですけど、ね、それとあと何だったろうな、連休に入る前にそうだね、会津の方にちょっと、あの、なんつったっけな、イカスミ神、あ、じゃあイカスミじゃねえ、イサスミ、イサスミ神社、イカスミじゃねえ、イタリアンなイサスミじゃなくて、そういう神社あるんですっけ、うん、イサスミ神社って、あの、会津美里ってね、今合併してそういう町になったところがあるんだけど、若松のすぐ隣になんだけど、そこにあのちょっと伊佐住神社ってのがあって、まあそのちょっとそうだな、何年か前だったかな、落雷でね、あの社がね燃えちゃったとこなんだけど、でまあいろいろと寄付を募ったりとかっていう感じでね、だから次にだからそのお社をね、あの昔のそのほら出雲大社のような感じのこういうの、あれなんか一応建立しようということでね、うん、計画してるみたいな。二人ともなんか福島に縁がありますね。なんででしょうね。さっきのその神社が焼けちゃって、お社が焼けちゃったって話、足利にある八雲神社っていうのが焼けて、うん、あれはなんだろうね、なんか実家、あの放火じゃないですけど、放火という噂もあるんですけど、なんかこうただタバコとかなんかこう、あの誰かがちょっと捨てたものから燃えちゃったんじゃないかなって言われてますけど、どっかの大きなお社の伊勢じゃないし、出雲じゃないし、なんかその建て直しますよね、あの古いものを移築するとかっていう話もちょっと持ち上がってるとか聞きましたけど、神様は別なものになっちゃうな気がするけど、なっちゃうな気がしますけどね、なんかね、まあそのためにはなんかいろんなことをこうやるんでしょうけども、なんかそういうもので、せっかくのものですからね、あの直してもらいたいなっていうのは、やっぱり同じように募金を募ったりしてるみたいですけどね、神社本庁の方でだからお金を出してくれるかどうかっていうことも一つあるだろうし、お金かかりますからね、宮大工もつかなきゃないし、神社、あの神主さんたちの、あの今神社庁というか、あのその宗教団体としての、ありますからね、まあ、その中でうまく協力してやっていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、本当火事とかね、そういった自然、落雷はもう自然災害ですけど、まあでも落雷でっていうのは、ね、後で、そうですね、うちのやつに聞いたらね、いやあれ雷が落ちてね、それで燃えちゃったらしいよっていう話で、あ、だからお社の跡しかなかったんだって、うん、3つこうやってあった、まあ、あの神社とかこう大きな木が立ってたりするんでね、その木が落雷でダメになっちゃったなっていうのもありますよね、あの鳥の子三条神社 の古い杉の木が、雷でダメになりました。樹齢千年なんでしょう、あれとよく比較されるのが三浦杉、あのちょうど道の駅北斗のちょっと先、木の杉もすごいですけどね、塩原の逆さすぎる、あれもすごい、あれもなんか手加えてますね、かなりね、もう段で来てるんでしょうけど、一番この辺でね、そうだな、驚いたのね、佐久山の大日堂にある樹齢800年の欅の木、みんな知らないんだよね、知らないですね、すっごいよ、大人10人ぐらいでしょ、いや、こうやってやらないと回らないっていう感じで、でかい、そんなのあるんですよ、作品そう見たらね、もうそれこそすごい、すごすぎるってこうやって見る、やっぱりね、なんか樹木っていうのはそのやっぱり何百年っていけるじゃないですか、やっぱり神々しいですよね、うん、まあ神格化されてきますよね、さっきの三春の桜なんかもまさにそれ、はい、代表するの、あ、そうだ、僕の話してないですけど、私はですね、東京にちょっと美術館行ってきました、フェルメールに来てたんでね、
これが大失敗で、うん、なんで上野だと思ってたんですよ。六本木だったんですね、場所が。で、朝一番に入ろうと思って10時ちょっと前に上野に着いて、新国立でしょ。そう、新国立の方だったんですよ。で、西洋美術館だと思って行ったら、あれ？で、慌てて行き直そうと思ったらですね、日比谷線が今度止まっててですね、東武線に日比谷線がなんかね、ちょうどそれまで動いてたのは止まったところだったんで、あのアナウンスが聞いて電車に乗ったのはいいんだけど全然動き出さないな。しかも上野公園で、あの社民党が大会でその憲法の話、ちょうど3日の日に行ったんですけど、憲法の話をしてるところに右翼団体の街宣車が来てガンガンやってて、警察もすごい出ててすごい大変だった。で、もう六本木の方はちょっとゆっくり行こうやと思って、亀戸の、藤を見に、そっち行ったか、別方向に行った。別方向に。で、それもですね、行ったのはいいんだけど、今度亀戸から六本木って結構行きに、六本木じゃないや、乃木坂がちょっと行きにくくって、お茶の水からお茶の新お茶の水乗り換えて、ちょうどそこでランチにしたりとかしたんですけど、ゴールデンウィークの東京はやっぱり人もいっぱいいますけど、季節としては結構いいですね。もうちょっと落ち着いてみたかったなっていうのがありますけど、新宿あたりは空いてるんだよね。あ、そうそう、あのビジネス街はガランガランで、うん、秋葉原のちょっとこう、なんていうんですか、あの電気街じゃなくて、ちょっと、企業がいっぱい入ってるようなところは道路、車が通ってないんですよ。え、こんなにガランガランと思って、いや衝撃受けましたもんね。初めてその連休中にね、新宿、まあ要するに首都高4号線乗ってって、で新宿なんか降りてったら車走ってね、首都高も走ってなかったんですよ。びっくり、なんか閉鎖されてるわけじゃないよなと思って、何か恐ろしくなるよね。実は一人だけ走らされてねみたいな。逆にあの人が集まってるようなとこ行くともすごいですね、うん、オートレットとかもすっごかった、混んでて東京が皆さんがこっちに来てたみたい、うん、そうなんですね。で映画館、あと僕休み中に映画見に行ったんですけど、映画館も結構人いっぱいでした。日本は朝8時台の上映を見に行ったんですけど、もうそこも行列になってて、で去年のそのゴールデンウィークも行った時は昼に行ってやっぱりもう外まで行列になってたんですけど、朝行ってももう外までは行ってなかったんですけど、中にも人いっぱいで、あのチケット売り場行列になってました。で映画見た映画が福島つながりなんですけど、うん、柳津がロケ地になってて、いいな、ジヌイのさらばという映画、松田龍平君が主役でやってる、映画なんですけど、その農村風景とかね、すごく綺麗でね、多分あれも出たでしょ、国蔵さんのお寺、多分ね、あのお寺がバンと出たわけじゃなくて、田舎というイメージで撮るのに、その農村風景が出てくるんですね。あの柳津で撮ってますよっていうんじゃなくて、最初はどこだか分かんないように撮ってるんですけど、あの映画のパンフレットを見ると柳津だし、あの最後のエンドクレジットで柳津町の皆様とかこう出てくるんで、あ、そうか、これ撮ったのはあそこなんだっていう、ね、まだ今度行くのが楽しみになりましたけど、いいな、生きてな、いいですよね、あそこね、そのために僕あのお寺、実は去年の秋に行った時はあそこもう本当ちゃんとしたお寺で、あの日が沈む頃、もう午後5時になると完全に閉山しちゃうんですね、一般の人は入れない。あ、そうなんだ。で僕ちょうどその時間に行ったんで、やった、来たら写真撮ろうと思って行ったらもう縛ってて入れなかった。あれやっぱり船で行くんでしょう。そんな感じですよね、まあ、あの車止めて歩いて行きますけど、そういうコースもあるんだ、うんうん、いいですね、すごくいいところですね、なみなみとしたあの川でね、うん、いいよね、あの辺ブラブラしても結構風情がありますね、うん、橋も立派なあの橋ができていたり、歩いて見ててもちょうど日が沈んだ頃はね、綺麗です、ね、すぐ隣がもう新潟の津川なんだよね、うん、あそこは5月の3日ね、あれ
娘の嫁入りの祭りをやる。毎年5月に行く。あとなんか正月に裸祭りとかあるし。あるね。面白いことですよね、なんかね。うん、でも、野郎裸いです。狐の嫁入りの。狐の嫁入りといえば、今月、あの、那須でも。ご人家祭の中で。先週もちょっとお話ししましたが、その辺の話もこれから入れていきたいと思います。20分過ぎましたね。それでは、オープニング長々と話しましたが、暮らしの扉に入っていきたいと思います。画像できたかな。あ、こっちだな。さっきのリーク何をやっている。今日5月8日は、あの那須の山開きだったんですね。そう、なんかお偉いさんたちがみんな登ってったね。なんか登ってたみたいですね。あのフェイスブックなんかにもちょっと出てましたけど、それからこちらは塩原かな、塩原の明雲寺ボタン祭りが、今日からですね。今年はなんか早いみたいです。例年より1週間ぐらい早い。ね、去年、おととしあたりは始まったんだけど、まだ咲いてないんで、入場料取らないとかって言ってましたけど、入場料が200円から400円、その花の咲き具合によって、なんか変わるらしいんですけど、あの足利のフラワーパークも藤の時は高いですけど、他の日は すごいよね、その値段が変わるっていうところ、面白いですね、うん、まあでも、その価値は自分にあると思います。私も、何年か前にじっくり見てきました。それも言ったね。あのそれから土日にはなんかお茶席も用意されるらしいですね。400円とかでお茶とお菓子と出るらしくて、そっちは変わらないね。そちらは多分変わらないと思います。ドル建てみてな感じだなと思って。時間が15時とかっていう感じですね。それからもう一つは、先ほど言ったナスですね。これはマウントジーンズ、御用ツツジが見頃になるのが、ちょうどその時に、ね、ゴンドラで上に上がってみるんですけど、5月の16か17、どっかに書いてある16か17、16だか17からだかですね、確か。あ、書いてない。あ、16日からですね。16日の土曜日から6月の14日日曜日までが、御用ツツジということ でその前、今、それから5月の17日の日曜日まで、水仙パーク、こちらはゲレンデ一面が水仙の黄色い絨毯になっているというので、これは今ですね、やってる、水仙パーク、同じくマウントジーンズスキー場ですね、うん、というのをちょっと見てきました。僕もまだ実は那須山ちゃんと登ったことなくて。あ、そうなんだ。結構酸素薄いですよ。ですよね。で、やっぱり舐めてかかると結構危険で、今箱根が騒いでますけども、那須もずっと煙がね上がってる山ですから、ドカンなんていう話も警戒した方がいいなんて言ってた時期もありますのでね、うん、周期600年なんで、前回が室町時代1400年代に来て、でそのままが、うん、西暦800年、うん、だからもうそろそろ来てもおかしくないってことやから、まあ、日本中日本地震列島火山列島なんでね、いつどこがどんな風になってもおかしくない、うん、実際大きな地震もありましたし、火山も結構ね、あちこちでこう火山噴火してますからね、普賢岳であったり、有珠山であったり、長い目で見てると、富士山だって江戸時代に大きな噴火をしてますからね、宝永火山。で、もっと昔には、磐梯山も、磐梯山も相当すごい山だったんだと思うんですよね、半分以上吹っ飛んでますからね。富士山と同じ形してて、会津富士って言われてる。ですよね。相当な綺麗な山だったの、高い山で綺麗な山だったんじゃないかと、半分以上吹っ飛んでますからね、それでせき止められて、あそこの
縄シロクワクができてきたんだけど、うんうん、だからあの本当にね蜜がすっごく進んでる時に、まあ、場所は教えてもらえなかったんだけどね、こうやって下の方見るとその集落だったと思われるようなところがこうやってね見えるんだって。墓石とかこうやってね並んでるのが見えるところがあるんだよっていうのをちょっと教わったことあって、そんなにすごい噴火だったんだってでしょうね。それにお隣の茨城県にある筑波山だったら相当綺麗な山だったんでしょうね、うん、ね、噴火であんな形になっちゃってるんでしょうか、ね、で、ね、南大山、女房山っていう、あ、女大山か、うん、そういう風になっちゃって、もともと一つだったんでしょうね。確かにね、噴火なんて、うん、富士山のあの、なんだ、山中湖から見ると左側に見えるところの大きな、あの江戸時代の噴火って、宝永火山、宝永火山って言うんですかね、中腹が噴火してるんですよね。そう。で、あれをだから地元の方は富士山にあるんだけどもね、その火口がね、だけど宝永時代にそのドカンと行ったもんだからそこ宝永山って言ってるんですよ、うん、富士山に山がもう一つあるんですよ。もう一つあるんですね。宝永時代ですからね、まあ気をつけて山登りされた方がいいと思いますが、箱根もちょっと心配ですけどね。多分ドカンってなるのかな。まあ、なってほしくはないですけども、なっても不思議はないと思いますね、うん、はい、ちょっと嫌なそんな話になってしまいましたけども、次の、まあ、これ本当にいいシーズンなんでね、楽しく過ごしてもらえる。ただそういう危険はつきものなので十分注意された方がいいと思います、続きましてトライアル商品の紹介、はい、エリンさんよろしくお願いします。暖かくなるので、ね、外で家族と花見はもうできないけど、それも勉強外で食べるのが楽しみね。楽しみですね。ね、この橋が開けていい62円。ダメです。62円です。何本入ってるんですか？50本ですね。50本。橋は全とかで。50銭、元禄橋50銭で、知らなかったやつよかったな。1つが11円、そのものでしょうね。ね、はい、gente, esse pacote de rachas com 50 rachas está por 62 ienes no trial. Cada racha sai por um ienes e pouquinho.すごいよね。11円。サトキビって何なんですか？どういうことこれ？サトキビプレでしたんでしょ、その紙。サトキビ繊維を有効活用されてますね。サトキビ繊維から砂糖を絞った後のあれから。なるほどね、タンクネですね、うん、いや、エコね、エコですね、うん、で、ココ、はい、ココがココそれは、50枚入ってるからね。今ね、50個入りって書いてある。それで89円。へぇー、ジェンジ、エスコープ com 50 unidades está por 89円。すごい安いね。1円ポッキリ。そう。それで、そこで出かけるのだったらこれも必要ですね。お、出た、虫除けスプレーだ。虫除けスプレーが249円。こういう感じね。Gente, isso aí, olha, é o repelente, tá? É pra poder usar, né? Pra quando a gente vai comer fora em piquenique aqui no Japão, é necessário. Então tá por 249 ienes no trial, tá? Sim, これは大きさね、5リッター分だね、約5リッター。
350cc の缶が最大6本収納、うん、ちょうどあの6本でこうパックになってるのがそのままストック入れられる、それも、ね、あの四角いの箱みたいのがね、これだったらあまりね、荷物にならないでしょ、うん、ね、うん、Esse aí, gente, é isopor, tá? É ele é dobrável e ele mantém gelado. Ele está por 599 ienes no trial, tá? Ai. Você sai da hora. Está. Está. Carolina, hi. Hi. Está. これどうやって写し合いの？これはテントね。テント。テント。しかもこのスケでかね。テント。これが。ワイヤーでうまく丸まってるんで、うん、写真用具のパッて開くとわっと広がって、うん、写真用具のレフ板みたいな感じに畳まってます、はい、うん、これが2990円、3000円で、ね、3000円でね、これは大人もしっかり中で寝られる大きさ、寝られるとか、子供がね、隣にね、日差しに当たらないときに、これサイズいくつ書いてないかな、サイズ書いてありますね、幅2000、奥行き1500、高さ1300ですから、大人も十分寝られると言ってますね。Gente, essa aqui é uma barraca dobrável, tá? Fica desse tamanho, fica um círculo assim, está por 2990 ienes no trial, tá? この場で広げたいぐらい。いやー、広げてみようか。いいな、これは。返却できなくなる。どこにでもね、ですね、そういう孫を寝かせる、そういうシーズンですね、いいですね、いいね、はい、初夏の思い出、メール募集してますので、はい、キャンプとかぜひお弁当持ってどこどこ行ったなんて話、ぜひぜひよろしくお願いいたします、いいね、ですね、はい、それでは、音楽を1曲聴いていただこうと思います。今日の1曲目は小春さんのウクレレでペコットという曲を聴いていただこうと思います。ペコットって何だろうなと思いますけど、へこむってこと、デコッツ、ちっちゃい子供がねポケットを間違ってポケットって言えなくてペコットって言ってしまったらしいですね、かわいい歌です、そういうことか、聴いてください、どうぞ。
はい、小春さんで、ペコッという曲を聴いていただきました。まあ歌の内容を聴いてるとね、ポケットってなって、ペコッとって言ってしまうという話も分かりました。それでは続きまして、仲良しの扉です。エレンさんよろしくお願いします。お願いします。じゃじゃん。はい、今日の創世記の9章の4節です。はい、しかし肉はそいその一時であるちのあるままで食べるんじゃない。創世記の9章の4節。ポルトガル語では、Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Gênesis capítulo 9, versículo 4.英語では、But you must not eat meat that has its life blood still in it. Genesis chapter 9, verses 4.それはどういうことなんですか、血の滴るようなお肉は食べちゃいけないってことですか、生で食べちゃいけない、その肉に血が混ざれば食べられないのね、それはあの新薬あ生きたまま食べちゃいけない、そうね、あの昔あの血は、神様のものだから命の、印だからね、あの血を浴びていたでしょ、マジで捧げました。血とか、げてた、そう。それで、あの動物とかのね、それで、イエス・キリスト死んだのは、その血を流すことが、もう必要がないようになったのね。で、私の血ですって言ったのは、ワインと、そう。肉と血です。そう。それ後から自分 の命をね、思い出すためにね、生産式とか。ね、するけどあの、その時から神様はその罪とかはあの、動物の血の捧げがあったでしょ、ね、後からイエスが死んだとそれは全部もう終わりましたね、そうするとここで言ってるのは どんなことになるんですか、昔 の, あ の, あのそういうことはしなくていいよ、そう神様のそれは命令だったのね、昔は。へぇ。血が命だから、血は飲まない。飲まないとか、あるでしょ、の料理とかの血 のソーセージとか、あるでしょ、ね。それはもう、何でも食べてもいいのよね、もう。あ、食べてもいい？よくなったってことなんですね。昔、それは、あの、前のイエス・キリストが死んまだこっちに生きてこられなかった時の神様の命令だったのね、だから勉強するんだったらね、あの新約聖書、旧約聖書と新約聖書、新約聖書でしょ、イエス・キリストが生まれた後に新約聖書ですね、旧約聖書はユダヤ教の、そうですね、それでユダヤ人がまだそのイエス・キリストまだまだメシアがまだ来てないっていうのね、だからいろいろなこれできないあれしない、いろいろな伝統的な日本あの自分、日本じゃなくて、個人な、命令、を作るのがね、それがあるのね、まだまだ元々の教えに従ってる部分があるんですね、そうよ、あのイエス・キリスト信じたらすごく自由になるのね、じゃなかったらイエス・キリストがそこにね十字架につけられて乗りようがないよね、神様ね、イエス・キリストがこの世に現れて、そしていろいろなことが起こって世界かなり変わったということですね、変わったよね、変わるのね、死んだ、この話の中ではまだそこまで行ってないから、その古い教えが今、血を飲んではいけないとか、そのまま食べてはいけないっていう時代だったということですね、わかりました、ありがとうございます、じゃあキリストが出てくるまではこうそういうふうになってたんですね、いろいろなあるのの伝統的にはこれしない、これしない、あれしないとかね、はい、人間が作ったルールとかね、ブラジルのところに、はい、それでね、今日の小さい講座はイリア、イリア、パラジジアカ、パラジジアカ、イリア、イリア、パラジジアカ、パラジジアカ、パラジ
パラディジーヤか。パラディジーヤか。そうね。パラダイスの。あ、なるほど。パラダイスのパラディジーヤか。あ、そういうことね。イリアは島。島のラポイン。日本じゃないですか。そうよね。ジャパン。島の楽園。本当ね、島の楽園は鹿児島で、そこでね、永住したら一つの子牛、50万の子牛もらって、黒和牛の、それで月に8万5千もらうのね。そこに永住したら3人ぐらいで3人ぐらいでその給料みたいに。種子島の話。三島島。どこなんだろう、鹿児島の。鹿児島のね。そんな話があるんですか。へえ、すごいな、それ。そこで引っ越しだけするんだったら、独身だったら8万もらう。それで、夫婦で移住したら10万もらうとか、引っ越しだけで。そこで移住したら、3年でこんなの、その、給料みたいなのもらって、それこでね、いろいろな農家とかね、そこでね、暮らすするために永住する。これからどういうふうになってるんですかね、日本は。本当、ますます都市部に人が集まっちゃって、農村が過疎化していくような感じもするし、それじゃいけないなと思うんだけど、生活費負担の話ね、これ。そうです。楽園、本当に楽園かなってところちょっとありますけどね、でも悪い話ではないとは。好きだったらね、海が好きだったらこんなところがいいよね。そこでね、お金まで暮らしてそこでね、ただその3年過ぎた後っていうのは自分のね、自力でやってますね。いろんな補助ってありますけど、補助って一時そのお金で潤ればいいっていうもんじゃないと思うんですよね。その後をどういうふうにそれを生かして、その後持続していくことができるか、そこにお金かけなきゃいけないんだと思うんですけど、その時だけパッと使っちゃって、あとはそれが持続しないっていう話が多いんでね。意外とね、日本全体的に考えなきゃなんないのかなって気がします。ちょっと深い話になっちゃいましたけども、音楽を1曲聴いていただいて次のコーナーですね。次はですね、チェアアートさん、ベイビードリーム、赤ちゃんの夢を聴いていただきました。赤ちゃんの夢っていうのは勝手に訳してるんですけど、ベイビードリームです。どうぞ。綺麗な音。Thank you.
大丈夫ですか、リチョさん。あの僕らもなんか気持ちよくて聞いてましたけど、素敵な音楽でしたね。それでは次のコーナー、リチョの人生相談よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。なんかさっき音楽聴きながらなんかいい話してました。うん、あのなんていうのかな、ほら人間のそのタイプ別じゃないんだけど、じゃあ今日はここにスポット当てようというところで、あの貧乳と本あ違う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 貧乏と豊かなその心っていうところの話をちょっと、誰ですか貧乳なんて言ってる貧乏です、ね、貧乏です。はい、どんな人が貧乏だって感じます？振っちゃうけど、さっきもちょっとそんな話してたんですよね、うん、あのお金だけに縛られててもいけないような気がするんですけど、逆にお金あるんだけどお金のことばっかり追い、ま、あの追いかけてる、あのお金にいつも追いかけられてるというか、追いかけられたら一体があるんですけど、うん、お金お金って言ってお金のことを追いかけてる、人っていうのはなんか貧しいような気がしますけどね、うん、そうね、いつも欲しい欲しいでいつも足りない、うん、その人には貧乏、うん、いくらあっても足りないですもんね、うん、だから実際は本当は例えばね、その一月の給料っていうものががっちりあって、まあもちろんほらノルマがついてね、それで膨らむ人たちもいるわけだけど、それでなんとか賄いができるという金額だったりとか計算すれば、だけど足りない足りない、いやそうすると大体足りないって言ってる時に、あれが欲しいこれが欲しい、いやもっとお金が欲しい、お金そのものが欲しいと、だから際限なくそれを言い始まった時っていうのが、お金がないっていう人貧乏というふうには言わずに、そういう方々も貧乏と言うんじゃないんでしょうかねと、まあそれはだから、うん、心が貧しいって言い方をするとね、また語弊があるからね、あの言いにくいんですけどもね、ただそれやっぱりそういうのもやっぱ貧乏のうちなんじゃないんでしょうかねってとあるところで言ったことがあったんですよ。でじゃあ心が豊かってどういうことなんだって、まあ、またそこでお金の話になっちゃうんだけども、ある程度この値段あればなんとか暮らしちゃうね、だから別にこれ以上必要ないよね、この月にこれだけあればいいよねと、年間これだけあればいいよねって、そういうふうにもうなんていうのかな、ちゃんと枠組みが自分でできる人、あれ欲しいこれ欲しいっていうのは別にないと、だから必要なものがちゃんと揃ってればもうそれで自分はなんとか生きていけるというところでは、支障ないんだねって、そういうふうにあの考えられる人っていうのは意外と豊かであったりとか、だから物の見方っていうのがやっぱ変わってくるんですよね、落ち着いてそれでまた周りをこうやって見てるから、そういう人って意外とね、そうするともう観察されちゃうわけですよね、そのあたふたしてる人たちっていうのは、金あるのにあたふたする必要性があるのかみたいなね、確かに子育ての最中にはこれはしょうがない、確かにもうそれにも没頭しなければならないということで、もう気の身気のまま、もうそうだね、そんなこといちいち気にしてるような感じにはならないからね、やっぱりね、子育てにしてもなんかね、心にゆとりは欲しいなと思いますね。それはありますよね、追いまくられてると、本来もっと落ち着いてやればもっと短い時間できちんと済ませられることが、なんか慌ててしまってることで、お金も結局そうで、足りない足りないと思ってると、なんか無駄なことにお金使っちゃって、どんどんなくなっていくような気がするんでね。おっしゃるとおり。その経験が、給料が大きくほど、もっと使うのね。あればあるだけ使っちゃうってところありますからね。低いほど、そんなに使わなくてもいい、暮らしは随分できるのね。節約しなきゃなんないっていうんで、節約する。っていうか、まあ、やってみるとね、結構その使い道、もっとこんなところで節約できるんだとか、こういうところにはお金もっと使った方がいいんだとかって、見えてくると思うんですよね。あるがまんまにそのままポン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 使ってると、そういうのも見えてこない。うん、まあ、結構苦手なんですけどね、やりくりって。
だからほら、あの給与って一回その月にもらったら、それはもうあの膨らむことはないわけでしょ。膨らまないですね。うん、減る一方でしょ。経過であってとか、そういうまあそういうことがね、ちゃんとまかり通って、それでドンってやったロト7当たったみたいなね、ことだったらそこにもね話あるんでしょうけど。それはねでもね、あの特殊な例だから。ゲームですから。そこでお金を稼ごうっていうのはちょっと違うと思いますね。それはもう本当にプロですよね。それできちゃったらそれの。まあだから。考え方っていうのが、まあ、膨らむもんじゃないということで話してみましょう。うん、膨らまないと、基本的に膨らまないと。だとしたらどういうことを考えるのか、まあ、ちょっと話しそれますけど、節約っていうことになってきますでしょ。うん、どれだけあの使わずにっていう、な使わないでそれでなんとか賄えるっていうことって素晴らしいと思いますね、これって。ただ全く使わないってわけにいかないじゃないですか。だから使わないってわけにいかないから、ね、使うところにはしっかり使うっていうことも大事だから、ここには使う、ここには使わないっていうのを取捨選択することがすごく大事かな。そうすると自分が何を大切にしてるかっていうのも見えてくるし、本当何でもパッパッパッパ使っちゃうと自分が何をやりたいのかも、そのうち自分で分からなくなってきそうな気がするんで、今のその国民っていうのもやっぱり日本国民というのをこうやって見てたときに、どっちのタイプの人が多いのかなって、まあ、これってほら統計学で取るような話になってくるわけだけど、だそういうものがなんとなくこう見えてきたときに、国なんかも本当はあの運営っていうのがそれで変わってくるんじゃないかなって思う。うん、そういうことって大事ですよね。うん、なんかも最近自分が年取ったせいかわからないんですけど、もともと日本人こうじゃなかったよなっていうところを結構感じますね。あるでしょ、うん、今のその節約とかの話もそうですけど、ね、何か問題が起こるとみんな人のせいにして自分は悪くないっていう風な感じになってきちゃってて、でしかも被害者面するしさ、そういうの昔はなかったような気がするんですけど、だん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 こう変わってきたのか、自分がそんな風に物の見方がそんな風になってきちゃったのか、なんかそんなところありますね。あのね、まあ、ちょっとそれでね、被害者っていうのと当事者っていうのと混同しちゃってる人っても結構いて、うん、夫婦喧嘩の場合っていうのはこれ当事者なんですよ、うん、どっちかが被害者じゃない、どっちかが被害者じゃないんですよね、うん、お互い様だよなって思うんですよね。まあそういったまあ観点とか、まあ、だからいろんなそのこれにはこの考え方があるよねっていうその観点をちゃんとね持ったら、それだからそうだな、今日は貧しいっていうことと豊かっていうところの話からする、これがはっきりとこう見えてきたらね、お金も昔は高度経済成長の頃ってみんなお金なくて、うん、みんな貧しかったですよね。でどこにどうお金使っているかっていうのでそれぞれの家庭のですけど、今ある程度お金はみんな持ってる、で持ってる割にあれにお金がいる、これにお金がいるって、でちょっとさっきはあの音楽の間にも話してたんですけど、いろんなものをお金で済まそうとしちゃってるんですね。昔だったら人が手間かけて作ってたものお金出せば買えちゃうから手間かけないで買っちゃうってなってるじゃないですか。なんか今なんかそういう風潮も昔とは違って増えてきたなって気がする。そういうサービス業がいっぱい職業として成り立ってきてるっていうのもあるんですけど、まあ分業はだから成功してるということは確かにあるんだろうけど、実を言うとこれをね、もう一つのものの見方っていうのがあるんだけども、一つのものを買う時のその意識なのね、これって。今と昔とどういうふうに違ってきちゃってるのか、今はだからどこにでも100円にでも行けばあるよねみたいな話になってるでしょ。だけど物がないっていう時代と、あとはお金がないっていう時代っていうのがおおよそ一緒になってる、当時は。今からも何十年も前の話だけど、その時にほら、東大のさ、ちょうど本郷のところだったかな、あそこの後ろに今日本民芸館っていうとてもがあるんだけど、
まあそこは何を隠すの、柳宗悦の自宅なんだけど、うんうん、その柳宗悦が言ってた話っていうのをね、ちょっとそこにつなげたかったっていうのも一つあるんだけど、うんうん、あの物を作るっていうその観念が全然違う、今のその分業っていうところと、そのなんていうのかな、うん、ファクトリーでこう作られていくっていうもの、そういうものとして作られたものっていうのは変わらないんだよね、一つは。だけどその昔その一つの例えば器を作りますと、まあ、食器作るんだとか湯飲み作るんだとか、まあいろいろあるけど、そういうものを作るときに作り手はどういう人たちが多かったのか、うん、まあ大体全体的にお金がなかった人、その人たちが一生懸命こうやって作るわけですよ。だけどそれを換金するためにどういったことをしなければならないかっていうことをよく分かってた。どういったことをしなければ、うん、要するに相手が使いやすいか、そう、あ、はいはい、そしてあの丈夫で長持ちするか、相手に気に入ってもらえるかっていう要素ですよ。それを一生懸命、ね、そこに込めていくわけでしょ。でそれはどうしてそこまでしなくちゃならないのかって言ったら、明日の飯にたどり着かなくちゃないからなんですよ。で一生懸命だから、なんていうのかな、こう荒がないように、ね、うん、相手に気に入ってもらって、それで胸を張ってこうやってお金をいただけるように、ね、そこにだから豊かさとか貧しさとかっていう概念っていうのがね、渦巻いてるわけですよ、うん、そう、その頃のものって本当に品物を一生懸命作ってるし、うん、使う人のことを考えてて、うん、いいものをたくさんと思うんですよね。今はなんか売る側の本理で、電化製品なんかもそうですけど、本当こんな機能いるのっていうものがいっぱい出過ぎてるので、だからそういった、ね、うん、心の込めたものであると、自分が食べるためにっていうね、やっぱ心を込めていかなくちゃならないということをよく分かってた人が作っていた。だからその出来上がったものが、本来はそれを美術品とか工芸品とかって言うんだって柳宗悦は言ってる、うん、そうですよね。そこにその作った人の思いが込められてますから。だからそういうことも考えるようになったらさ、もうちょっとお金の使い方とかいろんなこと学べんじゃねえかなって言うね、うん、そう、お金って本当あの手段なんですよ。 そのお金をいかに使うかっていうものだったはずなんですけど、今お金が目的になってますからね。そう、だからあくまでも手段と秩序であるというところのことであって、経済学者たちが言っていることっていうものと、そういった心が作用していたものという時代だね。それはもう全然別物だからと、うん、いうことをちょっと言っておきたかったわけです。経済の考え方も、ね、経済数字だけ良くなりゃいいっていう意味ではないような気がするんですけどね、ずっとそれは思い続けてますね。そうなんです。だ、まあ、これはねちょっと話し始まるとね、かなり深くなってしまうというのがあるんで、うん、長くなるというのがあるんで、まあ、お金に振り回されず、あの心豊かに生きたいなってつくづく思うことなんで、ちょっとそういうことを考えてみてはいかがかなというところで、ね、うん、ありがたさを知ろうね、お金をね。そうすれば豊かになれるかな、うん、今の時代でも。そうすればね、どこに使うのがいいかっていうのをじっくり考えられると思うんですね、うん、お金には見せるのね、誰がオーナーか、あなたが私のオーナーか、僕があなたのオーナー、誰がオーナーか、お金か自分か、まあ、それぞれですけど、ね、ちょっと考えてみてはいかがかと思います、うん、いい話ありがとうございます。それでは、次に懐かしの扉に移りたいと思います。メール特に来てないですよね。
ないですね。ね、この前もちょっとお話ししましたけど、あと写真用意してきてるんで、あの初夏っていろいろ、あの最初のな、暮らしの扉でもちょっとお話ししますけど、暮らしの扉一つ何かありましたよね。初等の先生ですか、これだ、これ初夏、違うか一つあの入ってたのが、なんだ、今週末、明日土曜日ですね、那須塩原市定住促進キックオフイベント、うん、チャレンジング那須塩原一歩踏み出す人を応援する街ということで、サンシャインシティアルパ地下1階の本水広場で明日10時から19時長いですね。なんか子供たちのダンスが6回とかって書いてある。1日に6回もやらせんなよみたいな。子供かわいそうじゃんなんて。でも子供喜んでやればいいんだけど。19時楽しく、まあ喜んでやるんだったらいいと思う。いいんだけどさ、はい、こんなイベントあるんですね。田舎暮らしじゃないですけど、あの考え方によっていろいろあると思うんです。あの最初にちょっと僕今週の話で地ぬよさらばっていう映画見てきたって、本当はあの、うん、松田龍平くんが主役でやってたんですけど、あのいろいろな有名な人が来るよね。あ、こちら後ろね、なんだっけ、杉浦太陽さんとか、うん、トークショー、まあ、あとは那須塩原はね、平山綾さんってね、うん、もうこの人はもうご当地の、まあ、ラフ君が出るわけじゃないですか。ラフ君ね、ライブやりますよ。ラフ君ラフ君の歌も聞けます。池袋サンシャインですね。あとはミルヒーなんかも来てね、あの一緒にねゲームとかもできるんだよね。はい、というものの紹介ですけども、本当なんかあのさっきの李翔さんの話もそうですし、ジヌヨサラワって映画でもそうですけど、さっきレネスさんが紹介してた芝の話もそうですけどねなんかこれからの時代、やっぱりちょっとその辺考えてる人はあるんじゃないかなと思うんですね。本当と、あの都会にどんどん人が住みやすいからって行くんではなくって、あの楽にできりゃそれでいいのかっていうのがありますよね、本当の豊かさって何なのかっていうのを実感して生きることも大事かと思いますよね。お金が入って自分が何も動かないで楽な生活ができりゃそれでいいのかっていうのとちょっと違うような気がするんですよね。誰のおかげでそういう楽な生活ができてるかっていうのをちょっと考えてみて、そういうことありますけどね。まあ、よくね、砂漠と緑っていう話をね、うん、あの例えるんだけどね、私、うん、まあ、その話はいいかまたの機会で、うん、あのちょっとね、いい話聞いてきた。で、写真ちょっと見ていただこうかなと思うんですけど、鉄線、はい、クレマチス、どの音が聞こうかな。あ、鉄線見に行ったの？あそこ、もしかして。いや、あそこじゃなくて、普通に朝散歩してるコースの中にあったのを写真撮ってるんですけど、鉄線、あの黒羽でしたっけ。そう、ありますよね、高木さんのとこ、うん、今ちょうどね、藤が咲いたりアヤメが咲いたりということで、散歩の途中に撮った写真を見ていただいてます。このオレンジ色 の花は、あのツツジは連月ツツジだと思いますね。群馬県の県の花、うん、で、栃木県の県の花はヤシオツツジで、館林にあるんだよね、あの羊が丘。ツツジが丘。あ、そうだ、ツツジが丘。ツツジが丘は埼玉なんだっけ、あの芝桜の白いツツジ。ツツジが本当いろんな色でね、今咲いてますね。で、鉄線、クレマチスもバラ園なんかにもよく、あの合うので、それからライラック、本当いろんな花が今的に咲いてます、ね、なんて言ってもボタン色のボタン、昔ドラマにあったね、ボタンとバラ。ボタンとバラですか。小沢真珠が出てた、このブタってやつ。それは知らないな。知らない、すごいの混じり方がすごいこのブタがすごかったね。で、最初にお話したように、塩原の明治のボタンがこれから見頃になって、今日からですね、ボタン祭りやってますということ。あとツツジは、那須の御用ツツジの話しましたけど、あと八幡のツツジが多分5月の後半
ぐらい、やっぱりさっきのレンゲオレンジ色のレンゲツツジ、それから山ツツジ、ツツジの花ってあの毒があって、あの野生の馬たちも食べなかったので、まあ、そこだけツツジがいっぱい残ってたっていう話がありますね。それから、焼いた八方ヶ原の糸、駒間の女王とかっていう東国蜜蜂ツツジっていうか、あのピンク色の濃いピンク色の花が、検査だと赤く見える赤いですね。いろんなツツジがあります。それから長峰公園とかもツツジありますし、これから本当いい季節、うん、あの天気が良ければね、外本当お弁当持って出かけたいな。そうだね、小手屋さんの目にでも行って弁当食べてみたいなって思ったりするときあるな、うん、なんか一人で弁当みたいな寂しいいやでも一人ってもなんかね、あれこれ青空のこと、あの誰か前にね話してたの、いい話聞いたのね、夜考え込むとね、あのやっぱり悪いことを考えちゃうらしいです。あ、それはよく言いますよね。で、あのその考えをもう一回考えてみようと、青空の下でもう一回考えてみよう、それでその結論だったらやってみて、夜だけ考えて行動を取るなという話聞いて、これはいい話だな。夜はね、自殺の下だって言われてる、うん、僕も実はあのやっぱりちょっと悩んで、あの仕事休んだ時なんかに行ったのは、ね、やっぱり青空の下でお弁当、おにぎりとかね、まあ、今本当コンビニでさっきの話じゃないですけど、お金出せば適当なお弁当買えるんでね、そういうの買って自分で作っていくなんていうのはもっと豊かな気持ちになれるんでしょうけど、そういうの買って青空の下でやってると、なんか本当ちっぽけ、人間なんてちっぽけなものなんだなっていうのを感じられますね。まあちっちゃいね、確かにね、そこは本当ね、つまんないことで悩んでたんだなってつくづく思いますね。なのでこんな季節、あの海と山って出てきますけど、海はやっぱり夏の本当暑い時にもう裸になって水着で飛び込んでいこうっていうところですけど、山はこの季節飛び込んじゃダメだよ。え、ダメですか海に。いやいや、山はですね、バンジーとか山はどっちかっていうとその真夏よりも今ぐらいの季節やっぱり気持ちいいですよね。歩いて汗かいてぐらいの暑さで、で花もたくさん咲いてるっていうのはすごくいい季節だと思いますので、ぜひぜひ見ますね。運動会もいいですよね。あそこに行くとね、バンジーできるから。あるんですか。あ、牛耳おこし、そこね、バンジーできる。山の中でもいいでしょうか。最初の、なんだっけ、ほら、バンジー、初回のバンジーは、そこの近くの神社の宮司になってて、あの格好で、やることかかった。バンジーの方やったことない。そんなにやりたいっていう気もないんですけど、やれるとこあるんですね。多分私やったら心臓一発で止まりますよね。今月1ヶ月は、初夏の思い出ということで、本当にいい季節ですので、思い出話とか、ありましたら、お寄せいただきたら、紹介したいと思います。時間だいぶ過ぎましたので、この辺りでお別れしたいと思います。それではまた来週お会いしたいと思います。いつものようにブラジル、ポルトガル語でお会いしましょう。チャオAcuas.